赤いの製品。上から、タイマー、チューナー、カセットテープデッキ、アンプ。赤い電機、株式会社は、かつて存在した、音響、映像機器メーカーである。ブランド名は、赤い赤井。1946年に赤いサブローによって設立。1954年に、日本企業として、初めて、テープレコーダーの開発に成功し、オープンリールデッキや、 アナログカセットデッキ、VHS ビデオテープデッキ等を中心とする総合 AV 機器メーカーに成長。海外を主な市場とし、米国ではロバーツ、西欧では天才のブランド名でも販売された。主要な製品としてはオープンリールデッキの GX-747、GX-646、GX-77、 アナログカセットデッキの GX-90, GXF-91, GXF-95, GXR-99 等があった。特にアナログカセットデッキでは世界初のオートリバースをいち早く採用し、さらに GXC-735D には主に外出中のエアチェックに有効な機能としてリーダーテープ検出機構を備えて無録音部分をできるだけ。 小さくできるクイックリバースが採用され、他社のカセットデッキにも類似機能が搭載されることもあった。1980年代に入ると CD に代表されるデジタル化が進んだが、各種アナログテープデッキを主力製品としていた赤い電気はデジタルオーディオへの対応が遅れた。また、海外向けに販売していた VHS ビデオテープデッキの販売が不振となり、経営危機に陥った。1987年には、親会社となった、三菱電機と提携して、A&D ブランドの下で、オーディオ製品を製造、販売。ダットレコーダーのほか、ゼネラルオーディオなどにも参入した。しかし、業況は改善されず、1992年末までに、オーディオ分野から撤退。 1994年には、三水電気と共に、香港のセミテックグループの参加に入ったが、2000年に民事再生法の適用を申請して倒産した。後に、三水電気、中道と共に、香港のグランデグループに入り、一般向けの AV 機器、浄水機などの製造、販売を行っている。なお、かつて、大田区にあった赤い本社ビルは、 1997年に43億円で売却されゲームメーカーセガの本社ビル3号館となっていたが建築基準法に基づく新体新基準に準拠してないことと東日本大震災の影響により2012年に退去した後翌年に解体され2016年にニトリオータオートリー店となったありがとうございます